ゆみです。今回はお年玉を使ってあるものを買いました。はい、でももうサムネでも分かってるかもしれないんですけど、まあね、何ですか？スマホのケース。はい、スマホケースをね、買ったんです。じゃあどんなスマホケースを買ったのかが分かんないので見せていただきましょう。はい、3、2、1。じゃじゃーん、オープンさんですね。みんなわかるから見える？ちょっとね、遠く見ないとプーさんってわかんないような感じ。じゃあ出す？はい、出してください。シンプルだね、やっぱりリミはね、シンプルが好き。しーちゃん、しーちゃん、しーちゃん、ハサミ貸して。ぽいぽいさん、おどう？かわいい。かわいい？どんな感じですか？おお、かわいい。なんかシリコンみたいな素材だよね。ミミ、シリコン好き。シリコンが良かったなんて。そうなのね。シリコン傷つかない。なるほど。でもこれもシリコンっぽい。あ、ちょっと見えない。それもシリコンっぽいよね。うん、これフライングタイガーでね、昔買ったやつ。これね、これね。これより柔らかいよ、ほら。本当だ。もうだいぶ使ったね、それもね。リミはね。ずっとこれだったんだけど。じゃあここ黄色なくなっちゃった。擦れちゃったね。今日ね、ドンキに行ったのでね、これをね買いました。こっちの方がさ、うん、ここ。あの、透明になっちゃったとこ、ほり、あるよ。柔らかい。全部が柔らかいんじゃない？全部柔らかいね。じゃあつけてみよっか、せっかくだから。いやぁ、やばい、ボロボロじゃん。あー、ちょっと、もう大切にね。大切に。めっちゃひび入ってるんですけど、まあ普通には使えてますね。ママもひび入ってるんだけど、前の毛。見て。どう？あ、ちょっと今 LINE が来てるからちょっと、うん、はい、こんな感じです。いいんじゃない？リミお花なんだよ。お花珍しいよね。なんかリミお花じゃない感じがする。だってね、うん、この黄色に合うのってなんだろうと思って。それで花になったの？うん、でも今のスマホにも合うね。スマホケースにも。ちょっと待って、見て、めちゃ暗くしてなんで暗くしてんの？じゃん。はい、こちらね、こんな感じ。プーさーん。プーって書いてある。プーって書いて、かわいい感じ。なんか、掘った感じ、掘ったような感じだね。うん。柄が。確かに。シンプル、シンプル。ハンコ。うん。こんな感じです。はい。どうですか？気に入りましたか？気に入った、もちろん。もちろん、はい。ということで、あと一つ、なんだっけ、あの押しボタンのところにリミちゃんはね、あのプーさんをつけてたんですよね。それが最近取れてしまって、それをね、じゃあ両面テープを買ってきたので、それをつけましょうか。はい。あ、怖い怖い。あ、そうやって落とす。こんな感じ、ちょっとボケちゃった、あ、落ちた。あ、もう一回、もう一回、もう一回。難しいね。これね、ちょっとね、うん、曲がってんの、丸が。そっか、これもだいぶ前に買ったやつだもんね。おう！ん？できた。できた。復活、プーさんボタン。プーちゃん、生き返ってくれた。生き返った？生き返った。おお。生き返りました。はい、ね、かわいい。いい感じ。戻ってきた、うん、よかったね。よかったよ、本当。はい、ということでね、こんな感じでひみちゃんがスマホカバー、あ、スマホケースと、まああとはね、直しただけなんだけど、壊れてたのを直しました。はい、はい、というわけで今回はですね、リミのお年玉でスマホケースを買ってみました。はい。それでは、バイバイ。グッバイ。
ぱいしよう、ナコスタイムしよう、ビリマーチ。ビリマーチ。ビリマーチ出てくる。